効率的、効果的にソフトウェアシステムを開発し、運用、保守するためにはどうすればよいのか。この疑問に答えるために、私は理論やデータに裏付けされた形でシステム、そしてソフトウェアのエンジニアリングに取り組んでいます。その中ではビッグデータの扱い、そしてそこへの人工知能、特に機械学習の適用が欠かせません。その応用は今、さまざまなビジネス、組織、領域へと広がっています。野村証券金融工学研究センターのセンター長、太田陽子です。野村証券というとどうしてもバリバリ営業のイメージがあるかと思います。でも今野村では金融イノベーションにとても力を入れてます。野村証券金融工学研究センターでは金融工学理論に基づいた数理解析、それから人工知能などの最新の技術を使った新しいソリューションの開発に注力しています。現在50人のクォンツアナリスト、もしくはデータサイエンティストが所属しております。みんな資産運用、もしくは経営戦略の提言、それから最新の金融モデルの開発に日々邁進しております。データサイエンスで重要なのはデータももちろんのこと、サイエンスの部分が大事だと思っておりまして、データを分析することによって初めて見えてくる知見というものを非常に大事にしていきたいなというふうに考えております。オルタナティブデータですね、これまで使ってないようなデータを用いてどんどん新しい分析をしていくことによってですね、金融業界の中でまだよく分かってないことですとかいうところをどんどん解明していきたいなというふうに考えております。ファイナンスの世界ではさまざまな情報を全ての投資家が瞬時に受け取ればマーケットは安定していくはずだと、より効率的になるはずだという考え方が昔からあるんですけれども、それが本当なのかどうか試せるような状況が訪れているんだと思ってます。ビッグデータや AI というのを金融工学やファイナンス理論と合わせて財務コンサルティングや投資判断などに結びつけて活用していきたいと思っております。ただビッグデータや AI などそのまま安易に使ってしまいますとブラックボックスになりがちですので、判断にちゃんと説明責任を果たせるような活用の仕方をしていきたいと思っております。金融工学研究センターでは攻めの AI をスローガンに金融イノベーションの推進に日々邁進しております。一緒に金融イノベーションを推進してもらえればと思っております。データサイエンスの力で一緒に世界を変えていきましょう。システム、そしてソフトウェアエンジニアリングに関するアカデミアは長年にわたり研究を積み重ね、多くの成果を生み出してきました。私たちはその成果を現場と手を携えてよりアクショナブルなものへと昇華させることで、エンジニアリング本来の実践的な技術活動を規律ある形で扱い、まさしく現場に基づいた理論的基盤を与えられると確信します。本学でも外部の大学、企業、国とさらに連携を進めていきます。私もより多くの方々との出会いや共同をもっと楽しんでいきたいですね。